ジェシナはフランスパリに本拠を置く不動産投資管理会社。現在はパリのオフィスビル賃貸が中心事業であり、他にパリ首都圏地域での住宅賃貸を行っているユーロネクストパリ上場企業。第二次世界大戦後のベビーブーマー世代の成長を受け、フランス政府はパリ地域の住宅開発を促進するために SII と呼ばれる 新たな法律を制定し、これに応える形で、約20の不動産会社が新たに設立された。ジェシナはそのうちの一つとして1959年1月、グループメントポアールファイナンスメントでラコンストラクションの名称で設立された。この時期に設立された不動産企業は後に合併し、そのうち1990年には12の企業が残ったが、 1990年代前半の不動産不況を受けて、さらに業界の再編が進み、GFC は1997年に、ホンセナを、1998年にユニオンへモビリエで、フラントラフォンシエールバドームをそれぞれ買収。1999年には、中規模のセファメグを、2003年には、新興を買収し、パリ地域の大手不動産会社へと規模を拡大した。なお、 1998年12月、GFC とフォンセナを合成する形で、社名を現在のゼシナに改めている。2017年6月、同業のユーロシックの株式の大半を買収した。設立以降、住宅賃貸を専業として行ってきたが、1993年に商業用不動産の保有を開始し、現在はオフィスビルの賃貸が、 約8割となっている。保有不動産の多くは、パリ市内と周辺地域が9割以上となり、パリ中心部とともに、高層ビルの並ぶラデファンス地区で多くのオフィスビル賃貸を行っており、他方リオンなど地方都市における不動産保有は少数となっている。株主は長く関係を保つクレディアグリコルに加え、2015年以降は、カナダケベック州のイベン法、 ケンブリッジやノルウェー中央銀行の趣旨が多くなっている。ありがとうございます。